はい、どうも皆さんこんにちは、オチです、はい、本日なんですけどもグアムに来ておりますということでですね、あのグアム何本目かの動画になると思うんですけど、今日は前回の動画フライトを終えて少し時間があるので近くのですねこういった教会とか広場に来ておりますということで、その様子をお届けいたします。ではご覧ください。この辺から自撮りを、はい、グアムですね。はい、というわけで少し歩いてるんですけれども、なんかスペイン時代の残り物みたいですね。うん、でね、まだ向こうにねちょっとした建物があるんですよ。はい、こんな感じですね。このセンターにある建物は何ですかね。住んでそうですね、うん、はい、でちょっとそこ踊り場みたいなのもありまして、こっちはあーちっちゃい建物、あ、なんかありますね。説明文が入ってるんで行きます。はい、博物館、グアム博物館、グアム博物館、ガーデンハウスはプラザができた当時からあるとともで、アゼイマン、マンポステリアの壁とインフラグ、まあ、スペイン時代のものも説明しているようなそんなエリアとなっております。あ、奥の方に鶏がいますね。ここもどなたか、ね、チョコレートハウス、復元なんですね。復元されたものみたいです。スペイン時代のなんか政府庁舎みたいな感じですかね。はい、というわけであのグアムのね、あの有名ないわゆる観光地メインのビーチの方にやってきておりますけれども、はい、今日はねあいにくの曇りでございまして、で、まあ、周辺はねこういった感じでホテルとかもねたくさんありますね。うん、でもうちょっとしばらくこっち見て歩くんですけど、結構ね日本人観光客の方とあとコリアン韓国人のね旅行客の姿が多いですね、うん、で、あ、ビーチ見えてきましたね。はい、というわけでいつものごとく水質チェックをしたいんですけど、今日はですね靴なんですよ。なんでちょっと入れないです。ただちょっと水ねこれ綺麗だと思いますよ。うん、でこれめっちゃ向こうの方まで浅瀬が続いてて、奥の方にですねリーフがあって、そこまでは結構浅いみたいですね。うん、あ、水綺麗だ。あ、いい感じですね。はい、あっちホテルがたくさんあります。泳いでる方もいますし、浮かんでる方、潜ってる方、うん、まあいますね。はい、そんな感じです。まあ、水きれいですね。はい、というわけでですね、ビーチから帰ってきまして、今ガソリンスタンドに来ております。ということでね、あのグアム滞在実はもう1泊2日というところで短かったんですけれども、これからあの空港に、行ってで、11時5分発のですねパラオの方にあの向かっていきたいというふうに思います。ということでですね、あの本日の動画というかグアム滞在記はこちらにて以上になりますので、皆さんご清聴
ご清聴見ていただきましてありがとうございます。ということで、パラオ編も楽しみにしていてください。ということで、じゃあ。